から500メートルを下ってまいります。またご覧のように駅と駅との間に一本の支柱もないワッパーホースとしては日本で最も運転距離の長いロープウェイでございます。この立山ロープウェイは昭和45年7月に運転を開始いたしました。約3年の歳月と延べ14万人の汗と力によって完成したものでございます。動く展望台立山ロープウェイ、どうぞ快適な乗り心地をお楽しみください。皆様、ここで山々のご案内を申し上げます。進行方向に向かって左手奥から原松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳です。さらに正面に見える赤沢岳、その右側にひときわ尖った頂が張ノ木岳でございます。富山県と長野県との県境に連なる後ろ立山連峰の稜線でございます。鹿島槍ヶ岳、五竜岳は立山、鶴見岳、薬師岳などと並ぶ日本百名山に数えられています。そして足元に青く横たわるのはこのどこでございます。ちょうど上がってなんだか早い気がするよ。どんどん来ちゃいます。両方動いてるんだもんね。早いな。